カチカチの S、 あ、新幹線、あ、スーツ交通さんとかが、あ、はい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 、カチカチの S ってそういう意味の方ですね。結構あのスーツさん、うん、スーツさんっていう YouTuber の方いらっしゃるんですけれども、あの一人旅をするにあたって結構拝見する機会が多くて、前アイスを乗せていたのを思い出しました。え、知らないですか？え、スーツさんっていう方がいらっしゃって、交通系の YouTuber さんなんですけれども、結構ね私大好きで見たりしていました。ということで、そんなね、え、あ、やっぱりね知ってる方いて安心しました。え、たまに来ていたんですか、スーツさん？えー、なんかコメント欄にたまにいらしていたって、え、本当？え、そうなの？え、じゃあなんかこう雨とかで交通機関何かなっちゃった時とかにいらしていただきたいですよね。え、すごくないですか？すごく動画とかもなんか分かりやすくて、一人旅とかする前に、え、本当に、え、本当に本人ですか？え、すごいですね。へえ。本物、本物なんですかね。へえ。え、コメント欄にいるかもしれない。すごい。あの、ぜひ皆さんも、ちょっとまだ平日なのでお出かけされる方は少ないと思いますけれども、お出かけされた際は、今日お花見の特番もあるということなので、お花見の行った先の、スタッフさんが知らなかったスーツさん。ということで、ここまでは木島さんの解説をお聞きしていきました。ということで、皆さんからたくさんのリポートをいただいているようです。リポートマップで見ていきましょう。